節狩りのゴフ、これ取ってなかったわ。で龍がいたところに行きましょう。でここ弓矢打って追っ払ったところですね。ちょっと敵は排除していきましょう。クレイモン強い。あ、プラニだから。オッケー、後ろからも来た。一撃で倒せるようになってる。なってなかった。盾持ちのやつは一撃で倒せないか。こういうやつは倒せるでしょう。早くプラ3にしたいな。でここ下降りて宝箱、これミミックなんで多分この人死ぬかな。死に様を見よう。何してんだ、超謎。え、マジ謎なんだ。食われたんだ。あ、なるほど、掴まれてもがいて食われたっていう感じね。じゃあここはさっき手に入れた節狩りの呉服を使って安全に開けますか。ほら、アイテム深みのバトラックス、これも序盤では強いみたいですね。少し見てみますか。深みのバトラックス、まあ、バトルワックスの闇派生、物理と、闇攻撃力が備わっていると。筋力12の技量8で使えるんで、まあ、割と初期段階でも、使える武器ですね。あ相変わらず気持ち悪いやつだな。で他にアイテムあったかな。少し探していきますか。なさそうだね。ここはこれだけかな。一応ここだけローリングしとこう。よし、じゃあここは OK。 ってかさ、エストのかけらを渡してなかったわ。エスト瓶強化しよう。これで5個。じゃあな。ダークソウル3ということで、節狩りからやっていきたいと思います。で節狩りからはかなり未知の領域になりまして、武器はクレイモアでやっていきます。一応炎の論争もありますんで、まあ海とかが出てきたら炎の論争に切り替えてっていうのがいいかな。倒す。僕からも一匹好き。いいね、強い。クレイモアは今蘇生になってるんで、あとはちょっと探索を丁寧にしながらやっていきます。ん？お、びっくりした。あそこにアイテム。ん？な、待って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 、後ろから。あ、わかんねえ。月一撃、こいつなんだ、なんかわかんねえな。虫みたいなやつ。炭松ヤニの薬砲。や、ちょっと待って、薬砲って何。炭松ヤニの薬砲、一時的に素早く右手の武器を炎強化する。そう、今回ね、クレイモアだから延茶ができるんで、まあ延茶できるところは延茶して、まあボスとか戦っていきたいんですけど、素早く強化できるのか、その代わり、なんかいるね、効果が短いとか。うん、左にもいた。アイテムもちょっと見えるけど、あれ、こいつ気づくの全然鈍いね。もう少しちょっと見てから慎重に行きましょう。通る。おお、いいね。あ、待って、いる。スキー、オッケー。スキー一撃で倒せるのはかなりでかいな。ん？ちょっと待って、あっち側とか。ん？なんだ？誰かが今死んでいかなかったか。これ何、何でもないか。こっち行けそうだね。いる、前方にいる。あ、これこれはほいってやれば普通に下に降りて取れそうだけど、先にちょっとこっちを覗こう。無駄、きちっと縦受けして
アサル、ゴミクズ。なんか交換できる場所あんのかね。あったかふわふわみたいに。興奮ゲット。え、これ飛び降りて取りたい気もするけど、いっぱい敵がいるね。弓矢で処理するか。ちょっとこれちょっと多すぎでしょ。弓矢持てないんだよね重くて。上からちょっとこれ狙撃します、ロングボウで。一匹なんかすげえいっぱいいるんだけど。いいや、全員きちっと処理していこう。こいつなんかやばくね。いや弓で狙撃しよう。強い、いやほんと強いぞ。司教様みたいな。うわ来た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 って言ってもね、みんな来ないんだよねこっちまで。だほっとこう、また戻ってくるから。あいつを倒そう。こいつはなんだ、農村の人たちかのこのこと来やがって。ヘッドショット決めてやる。決まんない。あ、待って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 、え、なんだ魔法か。ん、なんか来てる。行って、ん、食らった、間違えた、ちょっと焦りすぎた。このくらい減ってれば。あ、でも飛び降りて攻撃っていうのもありだったかもしんないけど、ちょっと回っていこう。正規ルートを通っていく。いや正規ルートかどうか知らないけど、ぽい感じで。結局ここの広場に出んのか。いるね。あれ、ここアイテム落ちなかったっけ。これか、ロレッタの骨。なんだろうね、バクスタ取れんじゃん。無理か。いやちょっと普通に戦うと危険そう。一発な。トゲトゲメイス持ってんな。なんか落とさないかな。落とさない。その代わりここにアイテムがある。お、エストのかけら OK、ま、エストのかけらもさ、いいんだけどさ、その回復が増える骨みたいなのが欲しいんだよね。回復量が増えるやつ。ソウル。うわっ、びっくりした。まだ引き残りがいたか。いや今かなりビビったわ正直。全員駆逐したと思ったけど、結構ワンサカいるね。残り火よし。でこっち側から来て、なんかこっち側行けそうなのと、左も行けそう。ここには何もない。え、どっちから行く。いやマジでどっちも行けそうだな。こっち側からじゃあ覗いてみるか。前方に敵へあり。先に突き刺す。えった、うん、火炎壺投げてきたのか。チョコ財難、落とした何かを。火炎壺。こっち側は行けないよね。飛び降りられない。絶対死ぬわこれは。死ぬ高さだ。あそこにアイテムがある。こっちはなんか行けそうじゃね。中も気になるけど、こういう外も。あ、待って、この先敵の大群があるぞ。マジか。中様子を見ますか。こういうところきちっと気にしていこう。アイテムはなし。こっちもなし。敵を、ちょっと待って、なるほど、そういうことか。痛い。先につく。こういう時に回復を使いましょう。 OKOK、 いい回復量、節約になる。ソウル。こいつらがいたところには何もないかな。中側から通るか外側から通るか。こっちはアイテムはなさそうだね。うん、降ってきた。間違えた。盾、盾を構えようとしたら貴重な回復を使ってしまった。しかもこれ強い。体験持ちか。体験か特大剣か。結構ごつい武器を持ってたね。開けよう。でさっきの広場の、さっきのっていうか、この先大軍がいるぞみたいなところに出てくるのかな。
アイテム取ろう。エンタテ、あれちょっと待って、ちょっと違くね、ちょっとさっきのところ戻りたい。ここなんかちょっと予想してた感じと違うところに出てきたんだけど、行ってお前らか。いや、でも、てかうざい。これエストのもう下行けそう。行って何もない。え、ガチでアイテムすらない。え、なんだここ、なんで道が続いてるんだ、謎すぎる。上のやつらは始末しておきたいね。そうすると来た、ちょっと待て、結構出てくる。確かに消えかけのソルトがいらね。え、今のん、え、どうなってんだ、道の作りが分かんねえんだけど。これアイテム、鉄板の盾、ちょっと待って、いって、話しかけるとか意味が分からん。消えたバーがまた一つ。だから孫はずっとカゴを背負ったまま、バーは消えたまま、バーの代わりにお入りよ。意味不明すぎる。あそこに敵がいる。これ上こっちから行けるか、行けない。なんかジャンプで行けねえかな。ローリングで行けたわ。キヤ、いや、やばいやばいやばい。いや、回復量が少ねえよ。やっぱりエストの回復量を増やしたい。マジ許さんわ。吹き矢に毒がないだけでまだマシだ。闇村にいたやつらはより鬼畜ではない。火炎壺とちょっと見れなかった。まだ矢が降ってきてたな。向こうか、駆逐しよう。ん、どこ行った、あんなとこにいんの。あそこははしごが見えるね。はしごが見えるけど、もうちょっと探索をしたいんで一度撤退。で、あれがさっきの中か。で、ここに来て、え、ここに来て結局ここに出てきたのか。で、それをもうちょっとこっち側に行けるよっていう。いや、どうなってる。結局降りてしまった。で、ここ、ここ登りたい。こいつを駆逐したい。ほら、なんかないかな。あー、アイテムあるね。あれを取ろう。すげえ端、え、取れねえんだけど。こっちから、ここから行かないとダメか。機関のコッペン、下にワンちゃんがいる。あいつは狙撃したいな。届くか、こっから。犬っころ、そしてローリングしてないけどさ、重いよね。そう、外さなきゃ重いんだよ。これどうする、こっちから。ゴー、待って、剣だやつがいる。どこだこれ、やばい、戻れない。あ、これこっから戻れるってこと。飛び降りれば戻れるね。いや、やばそうだな。いや、ちょっとやばいね。あそこにアイテムがあるね。あのカゴがどうちゃらって言ってたよね。え、なに、なに、調べる、カゴに入れんのか。え、マジで調べる、引かれてんだけど。どこ、ワープ、ワープっていうか、どっか連れてってくれるのかな。初等化的な、こいつに入ると早いよって。よく入る気になるよね、そもそも。マジどこ連れてかれんの、謎すぎる。え、なんだ、地下墓地的なところに送り込まれたか。一応まだ残り火状態になってんな。これ継続したいな。死にたくはない。っていうか
前方に誰かいる。いえ、ボスもしかしていきなり。ちょっときついんだけど、それは。いや、すげえボス空間だな、これ。めっちゃボス空間なんだけど。え？なにこれ？マジで？帰りてえ。エストのも。体力は一応全開にしておいて、一回回復ができる。で、回復の施しはもう使っちゃったからね。無駄に使っちゃったからな。こいつ。え？ NPC？ 話しかける。珍しいこともある。あ、ちょっと待って。そういう振りがうまいだけかね。違う。そうか、そうか、そうだろう。狂人も皆そういう。人はいつか来る。死なずとなれば、なおさら。神の枷。意外ともろい。贈り物。いつか狂うとき、これを心に刻むがよい。なんだこりゃ。なんとかもの。犠牲と縁と積むがよい。狂えばわかる。それが家族になっている。ははは。貴公、いつか狂うとって、それが今ではあるまい。悪いことは言わぬ。このコッペンで、斧が場所に戻りたまえ。なんだ、帰還のコッペンくれた。亡者の穴蔵。はあ、ここは何だろう。北手。戦神の北手。え、なんだこれ。犠牲の祭壇に祈る。制約関係か。ここは多分。あ、そうだね。制約なんだな。こいつの剣なんだろうね。すげえギザギザ刀だけど。メッセージ。勝利。うん。多分そうか、これ。制約だね。というわけで、じゃあ帰ろう。帰還のコッペンもらったし。これさ、帰還のコッペンなかったら、どうすんの？え、最後に休息したかがり火まで戻らなきゃいけねえじゃん。最初なんだけど。まあいいや、戻ろう。またここから、ちょっと、やっていきましょう。ここどうするか。仕方しよう。する。あの、ごっついやつも復活してたね。なんかちょっと、復活しないキャラかなーって思ってたけど、普通にいたわ。できちんとガードして、ダブル。お、やった。炭松屋にあるね、普通のやつが。ここ敵いたよね。こいつら。もう一匹いた、こいつ。あれ？どっから行ったっけ？さっき上から行ったのか。あ、こいつ強いんだよね、そういえば。2発。で、この先は、お、行ってない。さっきあっち側から来たのか。ちょっとあっち側もう一回戻ります。で、こいつのところに戻ってきて、こいつは敵対しないよね、多分。これ取ろう。ここまま取れる？このまま取れない。落とさないとダメ。あー、死んだ。マジか。落ちてきた。戻ってきたけどさ、残り火状態じゃないから結構きついんだけど。てか、あれ、ぶら下がってんの？また、あれだな。ちょっと前に出るからね。少しこうやっとこう。きっと、落ちる前に、ロードが終わってしまったんだな。っていうか、これ、いけなくね？これ落ちたら死ぬからね。これだけやって、元の道へ帰るってこと。こっち側何にもねえし。敵っぽいのがちょっと見えんだけど。じゃあ家の外に行きますか。こっち城だね。めちゃくちゃ城だね。多分攻撃したら敵対するんだろうな。敵対したくないから、ほっとく。あ、それでここが通じてるってことね。飛び降りでヒットポイントが減るんだけど。施しを使おう。うわ、マジで体力低い。亡者状態っていうのかな。だと。じゃあ家の中、取っていきますか。家の中はそんなに始末してないんで、敵を。またこいつらから。スキーじゃなくても普通の片手振りで
一発なんだよね。まだここで怒ってくる。こいつは結構強い。突きからの強攻撃で、ようやくっぽいところ。なんか声がする。こういう端とかにね、なんか敵が隠れてたりするんだけど、少し見えるね。あそこにも敵がいるね。っていうか、いやすげえ、いろんなとこにいるわ。待って、あいつがまず壺を投げてきてるから、弓で処理しよう。めっちゃ爆発したんだけど今。これ遠いかな。当たる。3発で倒せるね。危険は排除しておく。危険因子はで、弓外さないと中ロリにならないから。これが火炎の壺なんだな。火炎壺っていうか火炎の樽。アイテム発見。ソウル。う、待て、いやこいつはちょっと待って、ちょいなんだ。お、1振らせて。めっちゃスタミナ奪われそうなんだけど。待て、いやノーリングできない。てか逃げてしまう。エスト振らせて縦ガードがきつい。外から突きをしたいけど間合いがいまいち見切れない。何回やってくるの。もう一発。おー危ねえ。ちょっと待って、こんなやつが何匹もいたらエストがいくらあっても足りん。月の間合いをもうちょっと知っておかないとね。月がスカッてなる。なんだなんだこいつ。あそこにも敵いるしさ。痛いわ。サル炎の騎手の指輪。何こいつ、死ね。殺しちゃったけど。指輪1個も装備してないわ。え、炎の騎手の指輪。炎攻撃力を高めるけれどもカット率が下がってしまう。マジか。炎の論争でよかったかな。じゃあちょっと今炎の論争使ってないからこのまま行くけど、炎の論争の攻撃力がどれだけ上がるかだよね。頭上に注意しろ。まあさっきの壺のやつらか。これ上に行きたいね。これ敵がいる。この亡者は放っておいていいかな。上行きたいんだけど行けないのかな。首の予感ってか、すげえ、なんかめっちゃいるな。めっちゃ見えるな敵が。うん、アイテムよし。ソウルか。え、待って、何どこは死んでったんだけど。超謎。隠れてたのかな、さっきの細いところに。待てよ、ソウルも使いたいんだよな。これはどうする。さっき前方に敵みたい。ちょ、こっちから行くか。いや待てあそこにアイテムだけど、ツボマンがいるんだよね。ツボマンが、あのアイテム取りて、これだけ取ってちょっと。うわ、見つかった。やっぱり、いやでもこの農村みたいなやつだけか。こいつはきちっと処理する。大丈夫か。こっちもなんかいけるね。あ、犬がいる。痛い。え、待ってどこへ行くの俺は。
これ何これ、あれさっき倒したワンちゃんか。ちょっとほんとマジでどこ行くの。ネズミだー、厄介だなー。ちょっといや待って、まクレーマーの、うわ、いや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 、やっぱりこいつら強靭削りが半端ないからな。ネズミは毒はただ幸いもらってない。よし、だ放っておくのも怖いからきちっと処理していこう。人間性とかは落とさない。アイテムがあっての、なんだよあのもや、セスタスいらない。鍵がかかっている。鍵の時間だ。ちょっと待って、これ何、毒とかになる。おお、びっくりした。おお、弱かった。近火の指輪、出血か。まあ、とりあえずいいや、ほっとこう。指輪も今重いからね、敵に注意しろ。はしご登ってん、ここは開いた。こっち側特に何もなし。でど、いやマジでどこ行ってんだ俺、道が全然わかんねえんだけど。またちょっとごついやつがいる。お、かがり火やったー、ボンファイアリー。ちょっと一回棺の採地場に帰ろう。じゃあレベル上げをしましょう。やっぱりまだ弓が持てないんで、弓を持てるようにしたい。で体力をだから2上げたい。これでどう、軽ロリじゃなくて中ロリからの弓装備、いちいち装備変えるのめんどくさいからね。うわ重い。ロングボってどんだけ重いの。重量4か。もう1くらい上げないとダメかな。せめてロング棒を持てるだけのあれにしたいんだけどな。でも指輪もさ微妙に重量あるからね。今のところでもいらないからいいや。で弓矢的な本数はどうなんだっけ。木の矢が全然ないんだけど、普通の矢が大量にあるから、格納数もあるから、まあ普通の矢を使っていけばいいでしょう。でアンドレイ、エストビン強化かけら、よし。いやかけらはかけらでいいけど、骨、あれなんか骨手に入れなかったっけ。あの骨じゃないよね、その強化できる骨ではないと思う。多分違うと思う。あ全然違う、不死のあれじゃないもんね。なんだこれ、なんか手に入れたんだよね。これ機関のコッペンでしょ、ロレッタの骨。謎すぎる。ちょっと弓矢買い足していきますか。どうせなくなるんだから、死亡してソウルを。Oh, hello, your hand in one piece. あれ、ロレッタの骨を渡す。これさっきの骨？ Heavens. そうか、あの女は死んでいたか。あ、そういうこと？Almost irrelevant. You can keep the ring as... ああ、なるほど。これで結局くれるってことね。ありがとう、頂戴しておこう。まあ、多分使わないけど。これなんだろう。だから普通の火矢。まあ、100円とかちょっと高すぎるよね。普通の矢を買い時買おう。158本。OK。こんだけあれば潤沢でしょ。You can keep the ring as... Goodbye. Oh, this place is up. OK。なんか、指輪をもらえましたということで。じゃあちょっとさっきのかがり火の先も気になるけど、結局さ右か左かみたいな広場の先も気になるんだよね。どうしようかな。まあいいか、ボロ橋のたもと先を見てみましょう。フシガイ先へ進んでいきます。もうあのまたごっついやつがいるからな、こいつ。ちょっと待って、どこから来たんだ俺。
今のうちだったら狙えないかな。ケツ取れない。あれこいつバックスタッフいって、ちょっと強え。もうすでに帰りたい。これなんだ、どっちだ。なんか進む方向的にはこっちだよね。こっち側は全くでも来てないからな。あ、トカゲちゃんちゃん、よく見ればアイテムかなって思ったけど、トカゲちゃんひるまないんだね。待て、逃がさん逃がさん。よーし、鋭利な奇跡。今回なんかかけらとかっていう感じではないか。まあとりあえずトカゲを排除したんで一旦終わりにしますか。ちょっとなんかなかなか広いね。まあまだまだ全然探索したいので、まあ、それは次回やっていこうと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。